さ、みんなさ、いつか終わりは、あるのかな？ない人もいるかもしれないけど。命は、ほら、人間って寿命短いじゃない？終わりはあると思うからさ。でもね、みんな、ただ、これだけは言っておきたい。この、私はね、とてもね、恵まれた終わり方をしていると思う。それはとっても自覚していて、本当にありがたいと思う。ツイッター、アーカイブ、私が今まで頑張ってきた奇跡は、全部残ります。アーカイブ消えません。チャンネル消えません。ツイッター消えません。だから、それってすごくない？それってすごくない？あんまりないことだと思うんだ。もしまた見たくなったらね、また、あ、キルここ思い出しちゃった、見たいよ、声聞きたいよって思った時に、いつでも YouTube クリックすれば、また、ね、会えるんだよ。それすごくない？それを運営さんにお願いして、OK いただいて、本当に良かった。それ、まあ、OK いただけなくても多分戦ってたけど。誰も嫌だーねーっつって、大暴れして、OK しないと、OK しないと、つって、また、それすれのことすること、まあ、またって感じしてねえけど。多分ね、暴れてたけど。それはそれで。いや、でも本当に、ねえ、よかったな。ぜひ、ゼロからね、私がデビューした時からどんな行動をしていて、どんなドラゴンだったのか見てほしいなって思うな。キルカイフォーエバー。そう、帰る場所をね、残してくれた。これから、見る方でも、どんな、キルココがどんな配信してたのかって、わかるからね。だから、後輩とかもわかってくるからいいよね。例えば、ホロライブ、まあ、15期生ぐらいがさ、入ってきた時に、キルココっていう先輩がいて、みたいな話した時、え、誰ですか？どんな人だったんですかっていうのを知ってる人に聞かないとわからないよりかは、じゃあ見てみますって言って、見て、ああ、こんな人だったんですねって言ってくれた方がいいよね。ああ、なんか、そう、他の VTuber の方で、なんか、まあ、その、お辞めになられて、残ってる方って実はほとんどいないらしい。悲しいよね。だから、私がこういう風に卒業することで、ある意味、VTuber の卒業の、なんていうか、テンプレを作りたいなって思ってる。こういう卒業の仕方もあるんだよって、分かってくれたら。パパドラのツイッターも残らないの？なんでパパドラのツイッターがついでに消されてんだよ。いや、消すよ！パパドラのツイッターはね、卒業とか関係なく消すべき。日々消されてる。ダメダメ、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで、好きすぎて。どれだけ強いお酒でも歪まない思い出が